タカ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 ハムスターハムスター。おはようございます。元気にしてる？やばくない？びっくりしない？これ手術から2日経ちました。どんどん悪くなってる。どんどん顔が膨らんでいます。よくなるはずじゃないの？やばいでしょこれマジで。おたふくみたいなポコンってなってる。見て。何を見てる？何を焼肉見てるの？何も食べれないよ。昨日と今日ずっとおかゆだよ。もう俺は焼肉が食べたくてしょうがないよ。気持ちどう？いやめちゃくちゃ痛いよ。今痛み止め飲んでるからまだいいんですけど。いやそうでしょ。痛み止めが切れた時の痛さが半端じゃない。例1個言うと、レンガの塊あるじゃん。レンガの塊で、この顎を両サイドからこう、ボーン、ボーン、ボーンってやられてる感じ。絶対にそうじゃない。いや、ほんとほんとその痛さ。あの、骨の芯の芯にこう、ダーンって強い衝撃を受けてる痛さ。いや、そんなに痛くなかったよ。痛い？そんなに痛くなかったよ。めちゃめちゃ痛いよ。私も同じ手術受けたことがあるから、そんな痛くなかったよ。めちゃめちゃ痛いよ。いや、たかお坊ちゃんだから。やばいよマジで。俺こんな痛いと思わなかったもん。こんなだったら抜いてないもん俺。俺もっと全然痛くないと思ってたけど超痛い。ちなみに俺手術で4本一気に抜いたんだけど。でも4本一気の方がいいんじゃない？まあ、これ2体やりたいの？無理無理。もう俺4本一気に抜いて本当良かったなと思ったのは、もしこれ2本抜いてて残り2本あったらもう俺絶対やんないもん。この痛さマジで無理。もうひょうたんになってるもん顔が。下の歯は普通こう入るんだけど横に生えてるから、こう砕きながらちょっと取って、また歯茎からキュキュって出して、またそこ砕いてちょっと抜いて、で上の歯は歯茎の中に埋もり込んでたから、歯ぐき切って骨をこうちょっと削ってグッと抜いてってな感じでずっとズキズキしてます。これ笑って笑ってめちゃめちゃ変。これね、喋るときはまだここ口ちょっと動かせばいいんだけど、笑うときこう口角が上がるからこう縫ってんだよね、いろんなところ口の中で。痛いんだよ。だから笑うときもこうこれになるこう。あ、ちなみに手術終わった直後自分でこう写真撮ったので乗せておくとこんな感じです。あんまり手術直後は腫れてなくて、どん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 そこからグーッと膨れてきて、先生にも言われたんだよね、 2,3 日後が一番腫れて痛みも一番きますよと。明日もう一回これはどうなってるかを。明日もっと膨れてるんじゃない？あ、次の日に変わりました。タカの状態を見てみましょう。タカタカ寝転んでるね。何をやってるのここで。めっちゃ痛い激痛。そんな悪くないよ。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。皆さんに教えて。痛み止めをもう3時間4時間おきに飲まないと我慢できないぐらいめちゃくちゃ痛い。見て。お寿司。昨日は焼肉、今日はお寿司。というわけで歯を抜いてすごい苦しんでます。でももう良くなってるよ。うん、なんか腫れはちょっと引いたけどね。ああ痛みは昨日よりひどいからね。寝る時が一番地獄だよ。あ、そう。3時間経つと薬が切れてきた頃にパッて目覚めてめっちゃ痛いのよ。めっちゃ痛いのよ。本当に想像できないぐらいめっちゃ痛いのよ。で薬飲むじゃん。で30分ぐらい効かないのよ。でもベッドの上でってなってる。私は隣でぐっすり寝てます。めっちゃ痛い。もう何回も言うけどめっちゃ痛い。ぐっすり寝てました。もう夜が憂鬱。多分今日がピークで明日からね、だんだん楽になっていくと思うので。おかしくなった。だいぶ良くなったよ。そうそうそう、こう上げやすくなった。そう、うん、だから笑顔が普通に終わるって言ったね。いや普通じゃないよ。この動画をここで終わりにします。僕の痛みに共感していただける方はいいねボタン押してください。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。あー、マジで痛いな。あー。